メガネロックへの東京一人語り 始まりましたメガネロックへの東京一人語り、えー、パーソナリティは私、えー、沖縄出身現在東京でフリーのピン芸人として活動しているメガネロック大屋と申しますよろしくお願いいたしますさあこの番組はですね、えー、ポッドキャストオリジナル番組となってまして大東京大東京って言っちゃった <laughs> 大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語りコロナ、不況揺れ動く時代それがどうしたメガネロック大が聞かせる本音の東京お笑い物語が始まりますということでね、えーまあ、今から収録するんですけども、まあ、僕、お家で一人でね、まあ、いつもこ iPhone のボイスメモという機能を使って撮ってるんですけど実はこのオープニング今喋るの2回目なんですよ。 まあなぜかと言いますと、一、まあ、人でね、あのオープニングトーク、だいたい15分ないぐらい喋ってるんですけど、13分ぐらい喋った時ったすかに、ね、急にその僕の iPhone がですね、あの録音してたのがピタッと止まったんですよ。で、データも消えてるんですよ。えどういうことと思って、いろいろ確認したら、AirPods というあのイヤホンがあるんですよ、Bluetooth っていう機能でつなぐ、この線がないタイプのね。 イヤホンなんですけどなぜかそれと同期してしまいまして iPhone がで同期した瞬間にパンってデータが弾け飛んだようでして <laughs> 13分ぐらい喋ったのが全部データ飛んだんで今からまた15分ぐらいしゃべらなきゃいけないっていう <laughs> 本当にねちょっとこういううっかりミスをなくしていきたいもんですよね。 えいや勉強になりました皆様もねなんか録音する際気をつけてくださいねエアポッツすぐパンってなりますから <laughs> まあまあまあそんな感じなんですけどもこの「メガネロッカーの東京一人語り」今日で3回目の配信なんですけどありがたいことに反響もいただいてましてそれこそ、えー、ディレクターであります千奈さんから連絡が来ましてこの好評ですと大家さんのポッドキャストいい感じですと。 で、ダウンロードも結構ありますと。え、マジかと思って、嬉しいなと思って。で、それが、えー、かったのか、えー、その、好評いただいてるっていうのもあって、ラジオオキナーさんの、えー、公式の YouTube チャンネルで、このメガネロックへの東京一人語りが聞けるようになりました。パチパチパチ。やったー ということなんですよ。だから、えっと、まあ、これ聞いてくださってる方は、まあ、アプリ入れてくださってるんですけど、それ以外の方にも聞いていただけるように、YouTube でも配信が始まりましたので、ぜひ皆様、YouTube の方も合わせてお楽しみいただければなと思います。露骨にね、それに関してはこの放送を僕、東京で撮って、その、やってるって言ってるじゃないですか。 だから、あんまりこう、価の反響がわかりにくいんですよ。再生回数もわかんないし、ダウンロードもどれぐらいされたかわかんないんですけど、やっぱ、YouTube だとね、再生回数も表示されるし、グッドボタンとかもあるんで、目に見えて評価がわかるんですよ。ぜひこれ聞いて面白いと思ったあなたは、ぜひ YouTube の方にも飛んでいただいて、グッドと視聴数を爆上げしていただければなと。 思います。そしたらね、あ、応援のラジオ聞かれてるんだなっていうのが分かりますので、<laughs> ぜひそのね、事前活動をよろしくお願いします。まあ、YouTube で言うと僕もね、あの、月水金で、週3回ネタを上げるメガネロック屋のネタ小屋というのがありまして、えー、もう1ヶ月ぐらいかな。 もう20本以上のネタ動画やがて30本になるんじゃないかっていうぐらいネタ動画上げてるんですけどまあ反応が <laughs> あまりなくてですねまあまあまあそれは僕東京で、えー、月20本ぐらいライブに出てるんで新ネタをたくさん作らなきゃいけないんですよ。これもう芸人たる、えー、使命ですけどねで新ネタいっぱいおろすけどまあやってきたネタをそのままあのストックするだけじゃもったいないんでちゃんと YouTube に上げて。 毎日こう更新していく、まあ、毎日じゃないか月、えー、水金で上げていくっていう頻度をこうあ、あのー、ちゃんとね自分の中で貸してるハードルを超えていくために新ネタ作りのために上げてるんでよかったらねこの僕のおしゃべり聞いたことあるけどネタ見たことないっていう人はメガネロッコへのネタ小屋で検索してみてくださいチャンネル登録グッドボタン感想なんかもねコメント欄に寄せてもらえると嬉しいんでよろしくお願いいたしますね、えー、まあ,あと えー、今週あったことで言いますと大きいテーマでくくるとしたら僕の中で今週はその沖縄ってていいうのが大きいテーマでありましてこれなぜかっていうとまあ、えー、この「メガネロック」への「東京一人語り」聞いてくれてた東京で、えー、フリーのディレクターとして活動してる、えー、とラジオ関係の方大城さんって方とお会いしまして。 でなんかいろいろどんな感じなんですかっていうなんかこういろんなこんなことできますよみたいなまあお話というかまあ実際会ってお話しさせていただいたんですけどこれねあのお話聞きしたどうやら元 FEC っっていいう僕がたた事務所のの OB 方だったんですよ大城さん時代は30代ぐらいの方なんですけど聞いたらそのね僕の前の事務所の先輩の アキラ本店さんか本店さんっていうピンの方がいるんですけどアキラ本店さんにそのこと話したら「えー、ひでぼうぼうだ」って覚えてってその大城さんのことで「どんな方ですか?」って聞いたら「えっと、昔中学1年生の時に半田川公民館で入場料100円の単独ライブをやったことがある子だよ」って言ってて <laughs> めちゃくちゃすごいじゃないですか。中ででで単独ライブしかも公,認公民館で100円でやるっていう で,マジかと思ってでそういうお話しさせてもらってで、まあ、また何かあったらぜひお願いしますみたいな交流もあったしえー、金土日あ金銅か木金銅か木金銅でいうとえー、オリジンっていうね僕が言ったとことは別の、えっと、我の事務所があるんですけどそのオリジンの、えっと、m 1の2回戦に受ける組 の方々が東京遠征に来るとでカンカラーカフェっていう早稲田にあるところで西早稲田のところにあるカフェで、えー、やるっていうので、まあ、そこ見に行きましてでライブを見させていただいて見学させていただいてで新十助さんと鉄筋ビビンバ、えー、行ってきます、えー、だあ,あれ3組ぐらいか3組えっ違うかえ何組出てたっけ <laughs> いや多分そうですね「鉄筋ビビンバ」新之助さん行ってきます、えー、だったと思いますあれちょっと待って怖くなってきたなまあ、なんかその4組か3組ぐらいで来られててで、えー、オリジンの OB のナインボールさんとえー、あのしゃもじさん元しゃもじ今半次郎って名前でやられてるんですけども。 半次郎さんも来られててでそのネタをみんなでやったりオリジンの OB クイズみたいなのもあってっていう企画でこう盛り上がりましてで終わりでちょっとね久しぶりに半次郎さんたちとお話とかさせてもらってで翌日その2回戦受けに来たメンバーが下北グリップっていうところの、まあ、呼び込みの無料お笑いライブがあるんですけどそこでもライブやるっていうんで見に行きましてで終わりで「鉄筋ビビンバ」っていう一番若手の子とご飯食べに行って「まあ、東京どんな感じなんですか?」っていう。 の聞かれたんで7三ぐらいで東京の恐ろしさを教えまして <laughs> ビビり上がってたし疲れとビビりで多分目の動向がバッキバキに開いてたんで <laughs> えまあ東京こんな感じだよ沖縄でも頑張ってねみたいな感じでやってで土曜日は、えっと、ナインボールのもとよさんにお声がけてしていただいてもとよさんのお家で、えー、僕と、えー、キャンキャンの玉木さん とっちゃんさんとモっとァさんのこの3名で鍋買いみたいなのをしまして夜中までいろいろいろなお話聞かせていただいてっていうのがあったりっていうすごい沖縄沖縄した1週間だったなこういう買ったなと思いましてであの沖縄で1個思い出したのがあってあのキャンベルスープ僕大好きなんですよ でマッシュルームとかねチキンスープってあるじゃないですかで僕もそのお母さんから実家のお母さんからこう仕送りみたいな物資のね仕送りでいただく時には必ず入ってるんですよでも今ストックがなくて飲みたいなと思ったら近所のスーパーにキ,ンキャンベルが売ってたんですよであやったキャンベル売ってるじゃんと思って買って飲んだんですよで僕キャンベル作る時はそのまあ皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、中にね このドゥルってしたこの元があるわけですよ、スープの。で、そこにその入ってたカンカン一杯分ぐらいのお水を入れて作るっていうのが、まあ、あの、普通だと思うんですけど、あの、東京のキャンベルも同じように作ったらめちゃくちゃ味薄かったんですよ。え、なんでこんな味薄いのと思ってよく見たら、あの、こっちで売ってるやつはね、牛乳入れなきゃいけないって書いてるんですよ。えってなって。同じキャンベルでも水で やっても作れたのが牛乳じゃなきゃダメなんだっていうなんかちょっと衝撃を受けましてだから僕らのお家がそれ水っていうのだけだったのか普通みんな牛乳で作ってるのか一瞬わからなくなってでそれをまあこの間飲み会でそのとっちゃんさんとか元父さんに聞いてもえーそうなんだみたいな。 なんか分かんなかったみたいでだからちょっと分かる方はぜひ教えていただきたいなと思ってそのキャンベル水で作るのが当たってるのか牛乳で作ってるのが当たってるのかっていうのちょっと皆さんに聞きたいなーなんて思ってたんですよね。であとそうだ日曜日出たライブでは、えっと、このラジオキナーでも番組担当されてます與座義昭さん、ね、の、えー、今,今奥さんと、えー、夫婦ユニットを組まれてて「ザ・與座ザっていう。 でそれでエボは今挑戦してて、まあ、2回戦で負けちゃったんですけどもしかしたら追加合格で、えー、上がるかもしれないんですけど「ザ・ヨザ・ザっていう夫婦ユニット組まれててで2回戦の前になんかライブ探してるみたいなので僕がいつもお世話になってる、えー、エントリー制のバトルライブがあったんでそちら紹介させていただいて、まあ、出られてたんです。でお話し久しぶりにして本番前ちょっと結構緊張してらっしゃって。 特にその奥さんの米田さんの方がもうなんか「はぁ」みたいになっててで本番始まったらもうすごいやっぱりお二人とも舞台を楽しそうにやっててでなんかあ舞台ってやっぱ楽しい場所だよなとかなんかこういろんなこと気づかされてで終わったらえっとネタ,自白えネタ時間が3分半とかなんですそのライブただあの依田さんアドリブとか入れて楽しくなりすぎてそのトータル5分ちょっとやってたんですよね <laughs>。 でまあすごいなと思ってで5分ちょっとやって帰ってきたら与ザさんはもう楽しかったみたいな感じなんですけどもう奥さんはちょっともう感情がすごい豊か,かな方だと思うんですけどなちょっともううるって泣いてるんですよでうわ緊張したって言って,てでまたそんなみたいに僕はグッと来てで与ザさんの楽しさにもグッと来てなんか本当素敵なお二人だなと思って。 で、その流れで、いや、お疲れ様でした。めっちゃおもろかったです。の、次に僕が言ったのが、ゆーザさん、あの、僕、東京一人語りっていう、ポッドキャストをラジオキナでやってて、ゲストお願いしていいですかつって。<laughs> 与田さんも,あもう協力できることがあるんだったらぜひぜひということで与田さんもゲスト OK もらったので、えー、この「東京したいがたり」まあ、ちょっといつか分かんないですけども与田さんをゲストに迎えてまたちょっといろんなお話が聞ける回をお届けできると思いますのでぜひそちらも楽しみにしていただければなと思います。あっとそうですね、まあ、皆様からメールと えー、SNS ではね「ハッシュタグ東京ひ人り語り」Twitter で「東京、えー」で「一人りは、えー、と独身の毒」ですねで「語る」で「一人語り」っていうのをつけて感想なんか募集してるんですけどもで前回からこのラジオのリスナーさんのことは「メガネっ子」というふうな位置づけをしまして、えー、ご紹介させていただいております今週も2つ来てますありがとうございます。メガネの米山さんですね ゲストのパーマ大佐さんとの仲良しのお二人で繰り広げられるすごく楽しいエピソード、何度もリピートしてます。沖縄行ってみたくなる回といただいております。ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、前回の放送聞いてないよっていう方はちょっと聞いていただきたいんですけど、パーマさんがちょっと前にその森の熊さん騒動で、 話題になってた時に、実は、えー、昇進旅行として沖縄に来られてて、その時のアテンドを僕がしてたというお話をしてますので、本当にね、この一緒に遊んでた時はもうそのこんなのいつか喋れるってもう思ってなかったですし、ずっと緊張感持って遊んでたんですよ。なんだったら高速乗ってチュラウミに向かってる最中にパーマさんのところに、まあその電話がかかってきてて、もしもしみたいな感じで会話してて。 あのあ「分かりました」みたいなちょっと重い感じでしてたから「大丈夫ですか?」って聞いたらなんか今マネージャーさんから電話かかってきて「週刊文春にだけは気をつけろ」って言われたみたいなすごい芸能人だなと思いながらね運転してたのを思い出したりとか、うん、やっぱそれをね何年かってこう話せる日が来るっていうのが僕はまた嬉しいなと、うん、ありがたいななんて思っております。 さあそして続いてのメガネッコ黒紫さんですありがとうございます大谷くんとパーマ大佐さんが会話してるの聞くとほっこりするということでありがとうございますまあねパーマさんも結構ねあの寂しがり屋というか意外とねナイーブな、えー、すごい可愛らしい人間性の方なので意外とねテレビとか見てるとちゃんとしてる真面目しっかりしてるとか天才って思われるの もあってまあ確かにそういう一面もあるんですけど本当は寂しがり屋の可愛いの大好きなもう本当になんか女子みたいな生き物なんで <laughs> あんま先輩のこと生き物って言っちゃいけないんですけど <laughs> まあそういう方なのでね、えー、よろしければぜひちょっとパーマさんの YouTube とかもねいろいろやってますんでチェックしてみてくださいということで、えー、こんな感じで皆様からは感想、えー、メールなど募集しておりますメールアドレスはメガネ69アットマーク R 沖縄 minawa.co.jp mega.ne、e、で数字の69 atmark rokinawa.co.jp とすべて小文字でよろしくお願いいたしますそして先ほども申しましたように SNS、Twitter SN ではハッシュタグ東京一人語り一人語りは独身の独に語るで東京一人語りでございますよろしくお願いをいたしますということで、えー、今週も そんなパーマ大佐さんとのですねトークを皆様には聞いて楽しんでいただきたいなと思います。今回は、えー、僕が東京に上京してからパーマさんとの思い出とかあと僕の東京の苦悩であったりパーマさんにいろいろ聞いた、まあ、その思い出、えー、辛かったこととか。 まあいろんなね東京の厳しさを知ったっていうところもあるのでちょっと深い感じのお話になってるかと思いますそちらもぜひ楽しんでいただければと思いますそれではお聴きくださいどうぞさあということで今夜もよろしくお願いしますメガネロックへの東京一人語りでございます、えー、2回目に続きましてゲストはこの方です「ある日」 あら。<laughs> 名乗ってます。パーマ大佐、パーマ大佐です。お願いします,します。え、で、先週聞いてた人は、うん、え、今週もっかい同じの流れに乗って思った方も。<laughs> ね、いるかもしれないですけれども、<laughs> 違いますよ。ちゃんとパーマさんでございますので、うん。パーマ大佐です。先週もそうですけど、<や>てか、一つね、聞きたいんだけど。一、はい、人語りなんでしょう。そうです。今のとこさ、第三回まででさ、一人語りしてんの、一回だけじゃんか。多分一回だけです。 大丈夫それだって今この3回目撮ってる時点では1回目撮ってないんで、うん、また2位3と来てます言うな言うなそこら辺テレコになってんだじゃないのよいやこれがね、うん、編集の技術というものでございまして <laughs> 知るかその技術 <laughs> ねまあ、よろししくお願いいます,いしますありがたいねその前回に引き続きまして出させていただいてありがとうございます。いや本当にそうなんですけどもはい、はい、ありがたいんですけども、うん、前回はまあ沖縄の頃の話とか、うん、まあ出会いについて喋ったんですけど、まあ、この「東京一人語り」っていうのが、まあ、僕が沖縄から上京して東京に来たっていうのが、まあ、あ,のある種一つのテーマというか状況、うん、っていうのが僕の中でテーマでありまして、うんはい、でそれでいうと僕東京に出てきたのが多分2 0 0 0年。 19年ぐらいうんそうだ、ね、3年前か3年前もう丸3年になるんですよ、うん、でもう3年目上京して3年目の節目でこの番組担当させてもらえることになりまして、うん、なるほどねその東京出てきた時そうなんですよもうだから僕はオリンピックがあるから、うん、翌年に、うん、だから絶対オリンピック前まで決めとかないとごちゃごちゃするなっていうのを想像して出てきたら、うんうん ワッツコロナっっっっててていうう状況だったんですよなえー、ってなってそうコロナもそうだしそもそも上京してこようってなったそのタイミングがねまあ、ちょっと悪天候というかそれそう飛行機が飛ばなくてね飛ばなくて、うん、いやだからもう <laughs> 来るなって言われてんのかなって気持ちになってで東京来たら来たで,、うん、で着いた日の翌日が、まあ、水曜日だったんですけど、うん、火,火曜日その前日ぐらいに不動産から電話来て、うん「すいません」っつって。 あの水曜日定休日なの忘れてたんでちょっとすみませんあの来た日に鍵渡せないですってなって<え>だから僕一回そのカプセルホテルで一泊して鍵もらいに行ってっていうなんかワンクッション挟んで,んでそのせいであのこの日に着くようにって言った洗濯機、うん、新居に届くようにって言った洗濯機もあのこの日ダメだったら次1週間後ですってなって1週間洗濯機ない生活したりとか。えー ああらあら幸先悪い幸先悪いっていうか逆にあの不動産屋さんがその定休日忘れてたのあ多分そうだと思うそういえば水曜日っつってあの不動産屋さんって基本的にあの水曜日は営業すると縁起が悪いって言われててあの定休日にするとこ多いのよそうですよ、ね、実はその不動産屋が水曜日忘れんだよ多分僕が急遽もう土曜日飛ぶ予定だったのが悪天候で無理です、うんうん、じゃ火曜日 水曜日か水曜日に飛びますってなったらそれ言われちゃってあなるほどねそうだからもう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 向こうもちょっとパタパタしててバタパタだろなんでパタパタっていや沖縄人パタパタって言うんですよ多分大体そいうのかバタパタしてるとか忙しかったとパタパタしてるからもうパタパタっていうのじゃちょっとそれはごめんなさいなんかこっちが正しいですからパムさんの番組に僕が出てパタパタって言ったらそれ違うようですけど僕の番組出てもらってのパタパタは全然セーフなんで ああもう法律、ね、法律律ねロッ僕が法律で行きますんで、うん、あのメガネロック親の独裁ラジオねあもうこっからも残りの時間は僕が言うことを聞いてもらわないと、うん、あきちい <laughs> きちいけないですからねわかりましたいやでも本当に東京出てきて、うん、引っ越した先がたまたまその本当にパーマさんのご自宅と当時の自宅と近くてっていう。 あれ、たまたまだったっけあたまたたけままですよ僕そうか僕がもともとどこ住もうかって悩んでる時に、うん、その行く上京する前の年の正月にきのこホテルさんってバンドがいらっしゃって、うん、僕ずっと好きであのやっと共演できて、うん、好きですって話したらその方に「あなたどこどこに住みなさい」って言われて、うん、でなんかその方のテリトリーの範囲だったらしくて何、うん、かあった時。 あの誘うからどこどどここ住みみなななさいみたいた感じであなるほどねその方に言われて分かりましたっていうその情報だけ入っててでそこの物件探しててたまたまその時のお家見つけてここにしますだから6万5千0台だったんですけど家賃、うん、マックスでこれぐらいかなと思って調べたら3件見たんですけど、うん、残り2件ほぼプレハブだったんですよ。<laughs> どん,などんな選択肢をプレハブプレハブ鉄筋コンクリートだったんですよあじゃあ鉄筋コンクリートだ、ね、から今のところ、うん、たまたまなんですよ本当にだからへえ<ー>だからもうそこで、うん、パーマさん家近いってなったら、うん、もうすぐ連絡してねすぐ連絡くれたね人参しりしり持ってって持ってったわで俺がなかなかタッパー返さないっていうね 1>, <う> 1>, 1年後ぐらいにタッパー返ってきて 黄ばみまくっったタッパーが帰て,きていやいや悪かった <laughs> 悪かったな黄ばみまくってたのいやもういやでもそういうふうにご近所付き合いというか、うん、ねそうだよねだから上京したてでもまだちょっとテンションが上がってるというかそうね浮き足立ってたねうんもう本当にあのねマジで聞くと思わなかったあの「あーこれ東京っすね」みたいな <laughs> 言ってたよ東京だ!」みたいな本当にだかに、ねうん、だからもう当時来た時にはもう。 太陽が4時ぐらいに沈んでたんですよ。4時5時ぐらい東京。あ、まあ、冬場だったからね。そ<う>はいはい。沖縄って絶対それありえないから。うん、そうだね。まずもうパーマさんが、その僕が東京来た日、ご飯連れてってもらったじゃないですか。うん、あの時もまず空見て、東京ってすごいっすね。<laughs> <laughs> こんな。 <laughs> こんな早い時間に日,日が沈むのがっていうね東京ってすごいすねから始まったんで、ね、ビルの高さとかそういうんじゃなくて <laughs> 日が沈むいやもうそのくもじのオフィス街とかへじゃないぐらい新宿のビル <laughs> 東京すねっていういやすごいねいやだから、うん、あの時すごいパタパタしてて、うん、ちょっと慣れないけどパタパタねでもそうん浮き足立ってるのも込めてのパタパタしててうんうん、うん だからすごいテンション上がってたけど、だんだんやっぱ時が経つにつれて生活に慣れてきてってなると、うんうん、だんだんパーマさんもやっぱりその僕がここに来たってことは勝負しに来てるってことをもう多分知ってくださってるから、うん、あのそのなんていうのかなマジなちょっとトーンというかマジなトーン芸人としてのあまあなん、まあ、だろうこうした方がいいのではなかろうかというねそうそうそう,うん、うん、もう沖縄でやるのも全然いいんだけど東京来たからには売れたいんでしょ。うん で売れるにはこうしなきゃいけないようじゃないけどうん、うん、やっぱその、うん、本気というか覚そうねいやまあ僕も偉そうに言える立場じゃないですしまあライバルであり仲間だと思ってるので、はい、まあ何でしょうせっかくなら仲いい人みんな売れたいじゃん、うん、俺も含めて頑張んなきゃだよねって思ってるからこそのそのやり方でいけるっていうふうに思った時にはそう,そうまあ近い先輩として。 たまにねなんか気が向いたら言おうかなくらい、ね、いやだからそれがやっぱりなんかこうだんだんこう身に染みてくるというか、うん、あ,あう俺東京に来たんだなみたいな <laughs> そっか沖縄時代がね,ね沖縄時代も沖縄時代長くて、うん、でこうどちらかというとこうみんなで仲良くみたいな感じのスタンスが、うん、あのチームワークが強いからうんうん 沖縄の感じで言うと僕が印象を受けバトルって感じなかったんですよねどうしても事務所内とかでも沖縄の頃ってんみんなで仲良く面白くなっていこうみたいな感じだったから、うん、やっぱり本当にこのパーマさんとこっち出てきてあのいい先輩だけどライバルでもありってそれこそ、うん、そういう戦うっていう気持ちに切り替わるまでが結構最初遅かったのかもしれないと思ってて。はははいはいはい,、はい、いやあの本当にねマジであのこの人 面白いのになんで売れないんだろうっていう人がめちゃくちゃいるのよ、東京って、うん、ってなったら、こんだけ面白い人が売れてないんだったら売れるためには頑張らなければならないっていうのはやっぱすごい感じるからねそう,そうそう、だから本当にあの、だって日が沈むことでテンション上がってる後輩見たらそれはちょっと緊張感持ってるよ <laughs> あれてそれは言うよ、それはそう、だからもう、でもそっから、まあ、パンさんライブとか紹介してもらって、うんうん ね、そこでこういろいろ出るようになってとか、うん、だから東京で最初何が受けるのかも分かんなかったですしえこれって純粋な疑問なんだけどやっぱり沖縄のお客さんのツボと東京のお客さんのツボって違うものなんかあのやってみて思ったのは、うん、なんか。 ずっと沖縄の感じで言うとやっぱり僕らのこと知ってくれてるというか、うん、うライブは定期ライブぐらいしかないから、うん、営業以外では基本みんな見てくれるみたいなはい、はい、環境だったから、うん、こっちのライブ出たらもう見てくれなないいのも当たたり前みたいなあのまずそれがねつかみっていうかねう、うん、最初にお客さんに見てもらうためにどういうふうにやったらいいのかっていう,、ね、ていうのがあるから、うんうん、なんか笑ってはもらえるけど多分記憶に残ってないだろうなみたいな。うん うん壺もそうだしなんか感覚そこで違うなって思ったんではい、はい、だからもう本当にちょっとなんかどちらかというといつもあ,あるあるじゃないですけど、うん、共感しやすいものを入れたりとかしてて見てもらう空気を作ってたんですけど、うん、東京あるあるってないじゃないですか。 まあだって東京あるあるも何も東京に来てる人が大体いろんな地方から来てるからそうなんですよそうそう東京あるあるはないよねそうでそこでマジ1個どうしようってなったんですよそっか、うんうん、今までちょっとあるあるとか、うん、地元ネタとかを考慮しながら作ってたり考えてしたのが通用しないってなって、うん、そうなるとなんかすごい何で自分は面白いと思えてるんだろうとかっていうネタが作れない時期が来たんですよ でそれでまたネタが作れないなぁなんていうふうに思ってるところでコロナになって無観客の配信だったりとかそ,<う>そっか大変だったねそのタイミングだったからねいやだから、うん、難しかったですね最初はそうだねえでそれでその難しい時期がありましたからのそこからはちょっと打破できたの打破は 1> 1回、うん、お母さん大好きネタっってていう昔からやってるネタで一回でできたんですよその感じ、うん、ライブもパマさんに紹介してもらったライブでピラミッド式のやつポンポンポンって上に上がってってうん、うん、いいとこまで行ったんですけど、うん、やっぱりどこかあのー、なんだろう自分の中でもそのネタが作れなくなる時が来て、うん、壁に当たるというか、うん、これやってこれがなんか僕はこれで 10受ければいいかなと思ってたところが、うん、50ぐらいの反応が来ましたと、うん、嬉しい誤算なんですけど、うん、ってなると何が面白いかかだだんだん分からなくなくくってくるああまあちょっと分からんでもない確かにその感覚ね。で今度そこに合わせに行ったら、うん、受けが50だったのが急に10になったりとか、うん、あれじゃあ何が当たりで何が正解だろうってなったら、うん、やっぱネタ見せとかで見てた人に「お前本当にそれは面白いと思ってやってんのか?」とか。 うん、違うのやった方がいいんじゃないかっていういろんなこ,うこと言われるとまたメンタル的にも来るみたいな。あのねこれあの同じピン芸人としてね、はい、あの言わしてもらうんですけど本当に相方がいないだけでいろんな人の意見どれを信用していいのかどれを。 えー、これでいこうってなったほうがいいのかっていうこの取捨選択というか選ぶのがね本当に難しいよねそうしかも僕、うん、上京してきてそれこそ友達もいないしそんなに、うん、でパーマさんぐらいにしか相談できない、うん、けどパーマさんもやっぱお仕事でお忙しかったりとか当時あの、ね、離婚とかもろもろ大変そうだったんであ離婚は本当に大変だった <laughs>、うん、本当に大変だったその節はねだから、うん、僕の苦しんでた時期とパーマさんの苦しんでた時期ちょっと近いんですよ うん、まあまあねだからやっぱりそのなかなかパーマーさんにも相談できなくてみたいなああそれはちょっと申し訳なかったいやでもそれはもう、うん、いやもういろいろ大変だと思うんですけど、うん、だからそういうのがあって、うん、もうそっからガラッとじゃあ今もずっとコントやってるんですけど、うん、もうコントに切り替えてからはすごく楽になりましたね、うん、やっぱおおお何だろう発想が切り替わったというか、うん ま,あまたそのコントってやった方がちょっと自由度が増すというかねう、うん、すごい広いテーマの中で何でも題材にしていいんだっていうなね、うん。っていうのがあって、うん、やっぱりそ,のそこが違い感じましたねなんかあ、うん、お客さんも何かあこの発想面白いみたいな感じで捉えてくれる人もいるんだなっていうのもあったんでなんかすごい今は楽しいですねいろいろ経て。い、うんうん、いろいろ経てねだかからなんんパーマさん その僕のことも3年ぐらい上京してから見てきてるわけじゃないですか、うん、やっぱ最初と今この一緒にこう喋ってる間の期間含めて、うん、僕なんか変わったなとかなんか思ったりしますうーんとねそうだな <laughs> もうない人のイステムじゃないですか <laughs> そうだなはえっとねベースはそんなに俺変わってないなって思うんですよーベースはね うん。でもあの前よりはちょっとメンタル強くなったかなとは思う。<ー>うん、あの結構僕でもね。大家くんと僕は似てるところもあるというか、その結構ね。ピン芸人。 もう含め芸人って繊細な人が多くて、うん、まあ繊細だからこそ生まれる発想だったりとかネタだったりとかあとはステージに立った時の切り替え力だったりとかねっていうのはあるんである種芸人をやっていく上で繊細さって大事なんですけどあ大役子も繊細な子だなっていう、うん、で繊細で不器用だけど頑固っていうような感じがあってでそこに関しては基本的にベースはずっと一緒この3年間。で でもねやっぱスタートよりは最初、やっぱ来た時その「おお、日が沈むの早い!」ってなってた大家君よりはそのなだんだんその東京のお笑いというかねの中で戦う中の一人になってきたなっていうのとまあその、いろいろやっぱね、これ僕も経験上あるんですけどあの壁にぶち当たったりしんどい時期って経験しといた方がいいのよ、うん、本当に。 あのこれ経験してるしててるないであのまあ僕は今29で大約28でもうそろそろ30になりますってなって30からもう芸人頑張っていこうってなった時の覚悟が違うというかもうね多分30とかになるまで平和にのんびりやってて30でいきなり厳しいこと突きつけられたらもうそれが芸人辞めようにつながっちゃう瞬間だと思うんだけどやっぱ20代のうちはしんどいことたらふく経験した方がいい。 僕も、だから沖縄の時にそれこそ事務所を初めて入って右も左も分からないままライブの舞台監督とかなんか運営側の結構ことをしなきゃいけない時期があって勉強今思えばすごい苦労なんですけどああいうのも経験してたから本当になんか若い時の苦労って大事だなってマジで思っててでも僕ちょっと厳しいこと言うようだけどやっぱりその沖縄のお笑いシーンもあのー 当然盛り上がってると思うし、その沖縄の中のお笑い文化も当然あると思うけど、うん、やっぱりその全国区のスターになろうってなった時には多分その東京だったりっていうのはどうしても戦わなきゃいけない場所の一つだと思うんだよねお笑い芸人として。のその東京で苦労したっていうのは多分大家の中では一つあの。 階段を登れた経験にはなったんじゃないのかなとか思ったりするからそれは僕はあってよかったなと思うんですけどあとなんか一個それで言うと沖縄の時にテレビで見てた芸人さんたちと共演する機会が増えるわけじゃないですか、うん、そ、ねうん、やっぱやってると、うん、でその方たちに面白いとか言われた時ってやっぱ嬉しいなって感じ嬉しいよねわかるよ嬉しい嬉しいし、うん、あ,あ、ライン交換できたとかえ ファなの LINE 交換できた」じゃないのよ「あ鳥ちゃんと LINE 交換できた」「いやいやあの今の大家マジで日が沈むのに喜んでた大家と一緒変わってないってなっちゃうからいやでもこれは持ってますけどいや持ってたかジョークであってるジョークなんですけどまあまあそういうのもいろいろあってまただからこれからまたいろいろねパーマさんとも主催ライブ僕の方に出てもらったりするんでそうだよお世話になってるよ ここも僕やってるね実験養せもそういう苦労を積む場だと思ってるんで、うん、僕の中ではそうだからその、まあ、大家君がやってるその横浜実験養成っていうのをまあちょっと知らないリスナーさんのために説明すると,とあの、まあ、毎月あの来月はこのネタを作ってくださいっていうこの宿題を課せられるんですけどこの宿題がその主催者からこれやってっていうふうに言われたりするんじゃなくてくじ引きでテーマだったりとかお題だったり設定だったりがあってでそのくじ引きを引いて出たやつを次の月にやる っていうやつなんですよだから結構無茶ぶり的なお題が出ることが多くてでもこれが普段作ららない角度かかネタの設定とかが出るんですよねだからそういう意味で今まで作ったことがないジャンルに挑戦できるチャンスをまあ合法的にというかもらえるっていうのはしかもこれありがたいのが実験ネタを今からやりますよってお客さんに説明してるからハードルが低い状態で試せるっていうとこも含めてこれはね 本当に僕がネタに困ってた時期にこの企画をやってくれたことで本当に助かったんですよ。だしあの今収録してる時点ではまだあの10月の開催は、えー、終わってないんですけど、うん、パンマさんの今月の,そのやらなきゃいけないやつだと、えー、万歩計つけて 1,000?、うんうんえー 1,000歩超えるまで終われないお相撲さんがたくさん出てくるネタっていうのが今月課せられてるわけですから、うん、そうっていうお題なんですけどこれは絶対にに本ネタにはなりまません <laughs> 100%言い切れますけどだからこういうのをまた是非ちょっといつかね,ね東京来る機会があれば皆様も見に来ていただきたいなというふうに思っております、うん、ということで、はい、えおしゃべりしてきましたが、うん、パンパさん ありがとうございます。いいえ、ありがとうございました。あの、ちょっとなんかいろとなんか偉そうになんかダラダラ喋りましたけど、僕もまだまだ全然。あの若輩者で半人前の芸人でございます。けれどもちょっとお笑いをね。 沖縄でぜひネタやりたいなとないうふうに思っておりますのでぜひその時は遊びに来てくださいよろしくお願いしますまたパンマさん呼びたいなってなったら太田プロの方に連絡して、うん、そうですね所属事務所太田プロダクションというところにぜひご連絡くださいよろしくお願いします,しますということでパンマさんああんじゃったなんでいつも終わりふわふわしてるふわふわしてる <laughs> 早く閉めてちょうだいわ <laughs> かりましたということで、えー、第3回のメガネロックへの東京一人語りでございましたゲストパンマ大佐さんありがとうございましたありがとうございましたまた今後 も水曜日に配信されますのでぜひ聞いてくださいということでそれでは皆様また今夜